はい、おはようございます。今日はね、朝のモーニングに来てます。で、今日からもうだいぶね、あったかくなってきたんで、アイスコーヒー導入です。ちなみに今日 T シャツです。もう外がね、暑い、動いてると特に暑いですね。コーヒータイム。今日もね、またスプリングシーズンブレンド入れてます。で、今週からね、今日まあ4月1日なんですけど、今週からちゃんとあのカロリー計算とかをね、ちゃんとやって、減量、まあそこまでね、ハードではないけど、減量していこうと。まあ最近ね、かなり自分がブヨブヨに太ったのが、まあ、なんていうんですかね、すごい、この間動画撮ったらね、すごい自分が太ったのがよく分かったので、で、それをね、どうにかしようというので、減量を始めたんですけど、で、それでね、まあ、有酸素運動、まあ、外出歩かないんで、まあ、筋トレだけじゃなくてね、しっかりと有酸素運動も取り入れてこうっていうことで、VR ボクシングっていうのを始めたんですよ。これがね、すごくいい。今日配信しながらね、30分ぐらいやったんですけど、もうほんと最初のね、10分ぐらいでね、汗だくになるぐらいね、運動強度が高くて、フィットボクシングとか、まあ、あるんですけど、フィットボクシングって、まあ、あれリズムゲーで、結構ね、テンポが緩いんですよ。パンチとかはするんだけどね、かなりテンポが緩くて、なんですけど、その VR ボクシングはね、サンドバッグとか自分でも叩けるんですけど、それだけじゃなくて、ちゃんとね、対戦ができて、で、しかもね、相手がちゃんとガードしてくるから、ボディとね、とかね、まあ、顔とね、ボディと、とかアッパーとかね、そこら辺の内訳をしなきゃなんないっていうのと、ガードもしっかりしなきゃなんないっていうね、かなり、ちゃんとしたボクシングゲームになってて、すごく面白いし、しかも運動強度が高いっていうね。なんで、ちょっと、これをね、続けていこうと思います。じゃーん。今日はね、4月1日ということで、ついにね、この、僕ヤバのカレンダーをね、開封しました。ただね、これね、どう置こうかな。なんかね、微妙にね、座りが、悪いような感じなんで、座りが悪いっていうかね、この置く場所、この高さがあるんでね、モニターの前に置けないし、ちょっと置き場所を考えたいとは思うんですけど、今日からやっと。で、これの裏はね、こんな感じで、イラストになってます。っていう感じで、このカレンダーをね、今後、使っていこうと思います。